新入生の紹介です。はい、ご覧のように金髪2人でございます。で、2人ともうちで預かるわけではなくて、こっちのね、ちょっと小ぶりな子、小ぶりでブランちゃんよりもちっちゃいんですけども、ブランちゃんよりも体重が重たいという。でこっちの今ご元気でハー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 言ってる子なんですけども、まあ、骨格はブランちゃんぐらいかなっていう感じですね。飼い主さんが亡くなられまして、ご遺族の方からご連絡があって、里親探しをお願いできないかということでご連絡ありましたので、これから、こちら日和家と、こっち私の方で、面倒見ながらですね、里親募集をしていきたいと思います。ちびちゃんが7歳、現在26キロ、ちょっとデブやね。男の子でございます。男の子、はい、下でね、こんなガッチャガチャガッチャガチャしてる子、はい、全然さかカメラ映らないんですけどね、この子が8歳、8歳、28キロでございます。引き取りに私行ってきたんですけれども、もうね、ドロドロで毛がね、わっさーってね、こっち側の子だけ抜けたんです。こっち側の子は全然抜けなかったんですよ。お話を聞いたところ、飼い主さんが亡くなってから毛がごっそり抜けちゃったというようなことをおっしゃってましたので、いらない毛とかいうのも一緒に抜けたのかなという気がしています。で今はね、あ、確かに毛が新しい気がするな。非常にかまちょですね。じゃあちょっとね、おしっこばらまくんですけどね、家中にうろうろして、そこでチーッで、まだ水ガブガブガブって飲んで、おしっこチーッとかってしまくるんですけどね、困ったじゃん。外耳炎があります。歯もね、みんなね、あんま綺麗じゃないんですよね、この子たち。でこっち側の子はね、ちょっとね、もうガチャオくんガチャオくんって呼んでるんですけども、ガチャガチャしてますね。アデちゃんにもロイにも怒られてます。はい、真っ先に怒られてます。こういうね、ガチャガチャしたタイプの犬っていうのはトラブルを起こしやすいですね。この子には悪気はないんやろうけれども、結構パピーの時とかね、1歳前後のパピーぐらいになるとこんな感じなんですけども、この子8歳ですからね、はい、いい加減にっていう感じです。飼い主さん亡くなって、寂しくて、構ってほしいっていうのがね、すごい出てるんだろうなとは思うんですけれども、18日の水曜日の夜9時から、21時から、お名前決めライブを行おうと思っております。両方ともお名前を募集したいと思っておりますので、ちびちゃんはこれ、ガチャオくんはこれみたいな感じで、お名前を何か、コメント欄に書いていただけたらと思います。お名前が、私のお友達と被ったり、すると、除外させていただきますのでね、申し訳ないですけどもよろしくお願いいたします。で、複数ですね、名前を候補を挙げる方がいらっしゃるんですよ、3つとか5つとか、そういう場合も一番先頭に書いてある名前しか、候補には入れませんので、たくさん書いていただいた方はもう一番先頭のものがなると、思っていただいたらいいかなと思います。このオスの2頭連れて帰ります。はい、興奮してます。頑張ってきてんな。めっちゃ興奮してます。とかなあかんレベルやで。うわ、これぐらい伸びると血管どの辺まで入ってるんですか。血管ここら辺やと思うんですけど。あ、はいはいはい、座れは。そう、あ、いい子、お座りできた。伏せできるか。あ、伏せできる。あ、いい子。伏せもできる。あ、いい子やね。さすがゴールデンやね。もうね、他の子を構うと、ガチョウくんはもうすぐ邪魔をしに入ってくる感じですね。もう自分。ただ攻撃性があったりするわけではなくて、寂しいっていうところからのね、欲求が爆発してるような感じがします。こんな感じで犬が下の周りに落ちてる感じでございます。ここにもいますけどね、ここにもいて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 ると。
ということで以上、おっさんと金髪2匹でございました。